ライヒエルスハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属する市である。ライヒエルスハイムは、フランクフルトアムマインとギーセントの間、黄金のベッテラウの中央に位置している。ライヒエルスハイムの東へをホルロフ川が流れている。ライヒエルスハイムは、鉄道フリートベルクに行った線で分割されている。鉄道路線の北西は、新興住宅地とインミュールある混成地域である。 鉄道路線の南東側は古いライヒエルスハイムの中心部であり、これに接する形で、かつての新興住宅地がある。北東部では、ビンゲンハイマー・リート自然保護地域が、インミュール・アル根性地域に直接接している。ライヒエルスハイムは、北はベルファースハイム及びエヒツェル、東はランシュタット、南はフロールシュタット、西はフリートベルクと境を接している。 ライヒエルスハイムは、バイエンハイム、ブロフェルト、ドルンアッセンハイム、ホイヒエルハイム、ライヒエルスハイム、ベッケスハイムの各宿からなる。ライヒエルスハイムに関する現存する最古の文献記録は817年に作成されたものである。本市の宿であるバイエンハイムはそれ以前の773年の記録が残されている。中世後期にこの村の所有権は一時的に、 ハーナウケが有していた。1566年からライヒエルスハイムはマーリオヘッセンダルムシタット法白領に囲まれたナッサウケの飛び地となった。その後ライヒエルスハイムはナッサウバイルブルク白領となった。1665年にフリードリヒ博から都市圏を授けられ、1668年には市場開催権を獲得した。1787年から アムト・ライヒエルスハイムの主優とされたが、当初はこの村単独のアムトであった。広島戦争後、ナッサウケの領土はプロイセンに併合された。1866年9月3日のプロイセン・ヘッセン平和協定の第15条で領土交換が合意された。アムト・ライヒエルスハイムは、ハールハイムと共にヘッセン・ダルムシタット大公国に移管された。ライヒエルスハイムは大公国では、 フリートベルク軍に属した。ライヒエルスハイムの古い市長者2011年3月27日の市議会選挙以降、ライヒエルスハイムの市議会は27議席で構成されている。ライヒエルスハイムの市長は2009年からベルティン・ビショフスベルガーが務めている。彼は2008年9月21日の選挙で50.4%の票を獲得して市長に初当選した。 この選挙の投票率は52.8%であった。2014年10月12日の選挙では、わずか1票差で再選された。この選挙の投票率は57.5%であった。上下に分割。上部は青字に、金の小片を散らした背景に、赤い爪や舌で威嚇して悠然と歩く金の獅子。下部は金字に黒い十字。 その両側に赤いツルクサの葉が描かれている。青と金の配色や獅子は、かつて、ヘッセンラッサウ量であったことを示している。十字架はこの村が、フルディッシュマルクに属していた歴史に由来する。ツタの葉は、この地域で古くから行われていた、ワイン作りを象徴している。ホルルフタール鉄道のバイエンハイム駅ライヒエルスハイム、飛行場、ライヒエルスハイム駅は、 キプリ社の方ゲージ鉄道模型に長らく採用されていたことで国際的に有名である。伏線のライヒエルスハイム駅はベッカースハイム駅と同様に鉄道バイエンハイム出ョ線の駅であり、1時間ごとにヘッセン州立鉄道のフリートベルク方面やにあぎった方面ムの列車が運行されている。また、分岐駅のバイエンハイム駅はライヒエルスハイムの同盟の宿に位置している。 公共旅客交通は、ラインマイン交通連盟参加の、オーバーヘッセン交通会社 GMBH が運営している。ドイツリーメス自転車道が市内を通っている。この自転車道は、オーバーゲルマニシュレティシャーリーメス沿いに、ライン川沿いのバートへ、人間から、ドナウ川沿いのレーゲンスブルクまでを結んでおり、全長は 818km 以上に及ぶ。ライヒエルスハイムの南に、 交通飛行場に分類されるライヒエルスハイム飛行場がある。2011年6月12日にこの飛行場で飛行船グッドイヤー号が墜落した。3人の乗客は命に別状なかったが、パイロットが死亡した。1991年になるまでライヒエルスハイム市のライヒエルスハイム区ホイヒエルハイム区ドルガッセンハイム区ベッケスハイム市区周辺では、 カッタンの行動採掘や露天採掘が盛んに行われていた。カッタンはヒーフラグ、後のプレアグによって採掘され、ベルファースハイム発電所で使われた。カッタンは、初めは、行動採掘されていた。ホイヒールハイムやベッカースハイムには、今も採掘庫が残されている。1961年に露天採掘に変わり、露天採掘場2、3、 露天採掘場6、露天採掘場7が次々に開発された。カッタンは作業用校内鉄道でベルファースハイム石炭火力発電所に運搬された。また、ライヒエルスハイムの西部に集積場が建設された。カッタンは露天採掘場6、7からここまでベルトコンベアで運ばれていた。1991年9月30日、最後のカッタンが 露天採掘場セブンから運び出された。ベルハースハイム発電所は10月末に貯蔵分も使い切り営業を停止した。ありがとうございます。